せーの。はい、皆さんこんにちは、ゆうカフェのゆかです。今日は実は私が所属しているUUUMの新しいスタジオがこの度できたということで、そこで私たちが活動しているリールのメンバーたちと一緒にランチ会を行ってきました。その様子を動画に収めて、結構ねバタバタしてるんですけど、実際に初めて会ったメンバーたちと、まあ、ランチ会だったので私もすごい緊張していて、でも本当に一人一人皆さんすごくあったかくて優しくて、もう美しくてすごくいい経験になったし、なんかこう出会えてよかったなって思う仲間たちでした。でその様子を一応バタバタですが動画に撮ってきたので見ていこうと思います。ではレッツゴー。今回は私が所属しているUUUMのスタジオが新しくできたってことで、リールのメンバーとランチ会を行ってきました。なんだか都会と自然が混ざり合った空間になったんですけども、これは星の子さんがとっても可愛くデコって作ってくださった撮影スペースになります。いただきます。できましたね。当日はとっても美しいリールのメンバーたちと、まあいろいろ話をしたり撮影したりできて楽しかったです。あーかわいい。ちなみにこのUUUMのスタジオをルームっていう風に呼ぶんですけども、六本木ヒルズの旧UUUMオフィスを7月に改装オープンしてるんです。クリエイターが自分のルームのように日常動画の制作とか、あと学習の場だったり交流の場っていうのを気軽に利用することができる空間として提供してるそうです。すごいいいですよね。そしてね、この笑い方絶対すんちゃんにやっちゃダメだよって言われたのに、私本気で笑うと本当にブサイクなの。なのでこのレベルの笑い方はやっちゃダメだよって言われたのに、まさにやってしまってる私。もう後で見てびっくりするから。ちょっと待って、お姉さんたちめっちゃびっくりしたよ。なんかすごいすごいゆりかさん映ってたじゃん。でもそういうノリのお姉さま方たちが大好きです。ありがとうね。そう、そしてさらっと流しちゃいけないとこ、ここなんとこのリールランチ会に綾野ののさんがゲストで登場してくれたんです。で一緒に写真とかも撮れて、本当に本当に大切な思い出になりました。この新スタジオには結構スタジオも何個か用意されてて、すごいいいなって思いました。でフォトブースなんかもたくさん用意されてたので、今日のベストショットみたいなのをこう決めるミッションみたいなのもあって、すごく楽しんですることができました。ゆきちゃんです。こうやって向けられると緊張しない？はい。動画だけど。あれ動画です。動画です。こんにちは。ね、待ってる動画でこういうキャラクターじゃないか。違う。詰めに行く。こんにちは、ゆぴです。ゆぴです。イン東京です。イン東京。ここはUUUMのスタジオです。イエーイ。今は食べ終わりました。食べ終わりました。美味しかったですか？なんか大人の味が。大人の味がしました。はい、ちょっとパーティーっぽかった。パーティーっぽかった。すごい。写真もうまく撮れましたか？ベストショット撮れましたね。と載せておきます。わかりました。どうぞ。オッケー、ありがとうございます。バイバーイ。
するランチ会になりました。このオフィスもすごい素敵で、またぜひ訪れたいと思います。この動画に映ってない皆さんともすごく楽しく話せたので、なんかもっともっと話したかったので、時間すごい早く過ぎちゃって残念だったなって思いました。はい、それでは楽しんでいただけたでしょうか皆さんもぜひウームのスタジオについて下の概要欄で調べることができるのでリンク貼っておきます。それでは今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。次の動画で会いましょう。あ、インスタグラムとツイッターのフォロー、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは次の動画でバイバーイ、アンニョン。